はい、こんにちは。こんにちは。さて、平成28年一発目、はい、新年おめでとうございます。おめでとうございます。パワーアップ茅ヶ崎1月バージョンですね。はい、はい。早速始めていきたいと思いますが、私は茅ヶ崎市議会議員の永田照司です。よろしくお願いいたします。さあ、それでお隣は、アシスタントのなっちゃんです。はい、今年もやらさせていただきます、なつきです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい。で、まあ、新年ということでね、いろいろ、これからの茅ヶ崎、はい、これからの町づくりっていうのが、どういうことがね求められるのかっていうようなお話をしたいと思うけども、はいはい、もうこれは日本中、課題なんだけど、はい、少子高齢社会、はい、でもう本当にもうすでに少子高齢社会が進んでいる地域もあるし、はい、茅ヶ崎もまだまだ、はい、人口推計によると、平成32年までは人口が少しずつ増えるよと、こういう推計が立ってんだけど、はい、でもそこからは人口が減っていくよと、はい、いう見通しが立っている中で、はい、茅ヶ崎も少子高齢社会への備えっていうのが本当に大事です、はい、という中で、はい、国の方が主導してね、県とか市町村にしっかりと少子高齢社会に 対する対策を立てなさいよというふうに、はい、いろいろ、指示、はい、要請が出てるんだけど、まさに聞いたことがある、はい、かなとも思うんだけど、豊かな長寿社会、豊かな長寿社会についてが、はい、今日のテーマでございます。はい、じゃあそちらをお送りしております、はい、こちらのスタジオですが、はい、茅ヶ崎の矢端にある不動産屋さん、ティーズエステートよりお送りしております。はい、ありがとうございます。いつも場所をね、いや、でもそういえば今日なんかあれですよね、誕生日っていう話を聞いたんですけど、はい、私がにゃんにゃん回目の誕生日を迎えまして、誕生日ですって。はい、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、あらららら、ハッピーバースデー、ディアテージさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ありがとうございます。サプライ、なんとこれはサプライズ、ありがとうございます。皆さん、いや、ドキドキした。わー、いつ、こう声かけようかなってめっちゃドキドキしました。嬉しいですね。はい、こんな感じでケーキ映ってませんね。今日初めて、お祝いしてもらいましたし、そんな形でお祝いしてもらったの何年ぶりでしょうか。収録は1月19日でございます。はい、はい、今日は平成28年1月19日、はい、ほにゃら回目の誕生日。そこはもやもやするんですね。男のくせにそろそろ年齢言いたくなくなってきました。そうなんですね、はい、危うく言っちゃうとこでしたけどね、はいはいはい、ここに書いてないですね。よかったですね。はい、ありがとうございます。というわけで、ね、嬉しいな。この皆さんもお祝いメッセージ送ってあげてくださいね。はい、ありがとうございます。いや、本当嬉しいです。ありがとうございます。いやいやいや、めでたいですね。じゃあこれ収録終わったら、はい、ケーキ、はい、いただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあびっくりして、はい、ネタの話が飛んじゃったりしてませんか。なんだっけっていう感じですけども、はい、豊かな長寿社会についてということで、はい、うん、そうです、お願いしたいと思います。はい、豊かな長寿社会って、最近ねニュースとか見てると、はい、耳にすることがあると思うんだけど、これがね、国の方も、いろいろ高齢社会を日本が迎えるにあたって、はい、なんとか対策を取っていかなきゃいけない、はい、人口をこれから爆発的に増やそうっていう考えはないけども、極端に減るっていうのをなんとか防がなきゃいけないっていうふうに、はい、国の方でも当然思っていて、はい、でそれが、平成26年っていうと2年前になるんですよね、はい、26年の11月28日に、町人仕事創生法っていう国の法律が、できたわけなんだけども、町人仕事創生 法、という法律が国の方でできて、はい、その町人仕事創生法っていう法律は、はい、都道府県にも市町村にもそれぞれの自治体で人口減少対策をしっかり立てなさいよと、町について、人についてお仕事について立てましょうよという、要請が出ているわけなのね。でそれに基づいて茅ヶ崎市も
地方版総合戦略っていう、はい、これも聞いたことあるかもしれないけど、まあ、これからの人口減少社会にどう対処していくか、うん、対応していくかを、まあ、計画として定めなさいよということを、はい、まあ、茅ヶ崎市もやっている、はい、でこれは茅ヶ崎だけじゃなくて、うん、今言ったように国の要望要請に基づいて各自治体がやっているところなんだけど、はい、まあ、それがどういう社会を目指すのかっていうの中で、うん、豊かな長寿社会を実現していきましょうと、はい、そういうことなんだよね。完全に今の話全部ぼんやりしてるんですよ。ぼんやりでしょ確かにね、はい、で豊かな長寿社会っていうと、はい、あのお年寄りの皆さんが充実して過ごせる社会というイメージをやっぱ思い描いちゃう、うん、はい、そうですね、ますね、でしょ、はい、うん、あのやっぱりこのネーミングもねどうかなって思うわけ、うん、そうすると多分100人いてかなりの人が、うん、はい、お年寄りが、はい、生きがいを持って地域で過ごせる社会を作りましょうよっていうふうに思っちゃうと思うんだけど、うんうんうん、この趣旨っていうのは、はい、どの年代の人も、うん、その地域で、うん、充実した生活を送れる街を作って、はい、それがひいては人口減少に対応できる社会になっていく、うん、そういう社会を作っていこうって話なので、うん、なんか豊かな長寿社会っていうとイメージが ね、どうしてもお年寄り中心の対策なのかなと思っちゃうんだけど、うん、 そうじゃなくてこれから茅ヶ崎がやろうとしてることも、うんうん、例えばちっちゃい子どもたちが、はい、保育園にね、うん、こうちゃんと入れることによって、うん、働き盛りのお父さんお母さんもしっかり仕事できるとか、うん、はい、そういうことを充実していきましょうということも含めてなので、うん、みんなが長寿で幸せにっていう感じなのかな、うん、そう、そうなんですよね、うんうん、で、そういう人町、失礼しました、町人仕事創生法に基づいて、うん、地方版総合戦略っていうのを、はい、計画を作って、うん、それを実現することで豊かな長寿社会を作りましょう、うんうん、っていう話なのね、はい、うん、で、まあ、要は人が生きるためにその人がどうやって地域で生きていくかっていうと、うん、今ちょっと触れたけど、例えば茅ヶ崎は待機児童、保育園の待機児童がまだいっぱいいるから、うん、これを解消して、はい、子育てのお父さんお母さんが仕事できる体制を作りましょうとか、はい、あとは、まあ、お年寄りの人たちもまだ元気な人って、うん、60代お年寄りってもう言わないじゃない、ね、うん、70、80でも元気なお年寄りは、うん、どんどん社会に参画してもらいましょうとか、はい、うん、そういう社会を作っていく、うん、っていうことをやっていくわけなんだけど、まあ、これは多少仕事をこう雇用と産業を創出して街の元気を高めていきましょう、うん、はい、人が過ごしやすい街を作っていきましょう、うん、環境のいい街を作っていきましょう、はい、うん、本当にあらゆるアプローチがあるから、うん、例えば一個だけこれをやれば解決できるっていうものでもないし、うん、で、地域地域によってもまた例えば海がある町と山あいの町ではやることが違うと思うし、それは本当さまざまなわけなんだよね、うん、で、はい、そんな中でじゃあ今茅ヶ崎はその、地方版総合戦略でどんなことをやろうとしてるのか、うん、気になりますね、はい、でこれがね非常に山のように山のようにあります。まあ切りなさそうですね、このテーマ、はい、これまたちょっとね、はい、資料なんだけど、茅ヶ崎市町人仕事創生総合戦略、まあ、これが通称、うん、地方版総合戦略、茅ヶ崎の、はい、地方版総合戦略っていうものなんだけど、うん、はい、これに基づいて、まあ、いろんなことを11の施策を展開していこうと、はい、うん、していくわけなんだけど、はい、まあ、新しいことばかりじゃなくて今までやってることも充実していきましょうっていう、はい、まあ、ことも含めて11なんだけど、うん、そんな中で、まあ、11個を今から全部並べるよりも、うん、まあ、目玉と言われてるのを先にね、はい、紹介しようかなと思うんでね、はい、11の施策の中で、うん、茅ヶ崎市でね、地方版総合戦略の中で、3つほどこれから新規でやっていこうということで、はい、リーディング事業って位置づけてるのが3つあります、はい、でその一つが、リーディングプロジェクト1が多世代共生住宅等拠点整備事業、うん、多くの世代が共に生活をする、はい、住宅を整備していきましょうという、うん、まあ、事業を考えてて、うん、はい、実はね具体的には雇用促進住宅って、うん、
ていうのがあるのを知ってる、あの鶴ヶ台団地は分かる、はい、あそこら辺に鶴ヶ台団地あるよねっていうイメージできる、はい、でその鶴ヶ台団地に、南側に接しているところに、はい、まあパッと見団地なので、はい、どっから鶴ヶ台団地で、うん、どっから雇用促進住宅なのかなっていうと、はい、ちょっと分かんないのかもしれないんだけど、はい、これはねもともと石炭を掘る炭鉱とかで働いてた人たちが昔いっぱいいたんだけど、うんはい、石炭の時代が終わって、うん、その人たちが仕事がねなかなかない時に、はい、そういう人たちを支援しましょうということで、はい、あの茅ヶ崎にも雇用促進住宅っていう住宅があったのね、うんはい、で今も住んでいる人がいるんだけど、かなり古くなってきたから、これをこう一部まだ住んでるんだけど、新たなこう展開をしていきましょうということで、はい、茅ヶ崎市として今考えているのが、はい、その雇用促進住宅っていうところの跡地に、跡地、はい、多世代だからお年寄りから働き盛りの、はい、人たちから、うん、子どもたちから、共に住む住宅を作りましょうという計画があるのね、はい、へー、だからそこに例えば住宅があって、で同じエリアに、うん、高齢者施設もあって、うん、保育園もあって、はい、で、元気なお年寄りには、うん、子どもたちと一緒に遊んでもらおうとか、はい、うん、まあ、結果的にはお年寄りもね子どもたちと接して元気をもらえるし、うん、子どもたちもこう自分たちのちっちゃいこう世代だけじゃなくて、うん、おじいちゃんおばあちゃんと接することで世界が 広げられるとか、うん、まあ、そういうことを狙って、うん、やっていきましょうと。そういうことはしやすいエリアに、はいはい、うん、を作ろうとしているというふうに考えているんだよね、うん、だこれが一つ、はい、世代共生住宅と拠点整備事業と、これを鶴ヶ台にやろう、鶴ヶ台団地のこう隣にね、うん、やろうという、まあ、モデル事業なんだけどね、はいはい、住み替え交流のモデルを創出しましょうと、はい、で、うん、コミュニティを拡張しましょうという、まあ、こういうことをやろうとしている。面白いですね、うん、でまあ、これがリーディングプロジェクト1、はい、で次のリーディングプロジェクト 2、うん、2はあの道の駅から発信するオリジナルブランド推進事業ということで、うん、まあ、あのこのパワーアップ茅ヶ崎でも何度も取り上げてるんだけど、うん、はい、ね、相模縦貫道路が、うん、去年開通しました、はい、で私ずっと言ってたんだけど、うん、相模縦貫道路を全線開通に合わせて、うん、そのタイミングで道の駅もオープンして、はい、でまた寒川南インターにはね、うん、企業誘致もするべきだって言ってたんだけど、うん、今のところまだ道の駅できてないし、うん、あの企業誘致もできてないんだけど、うん、まあ、その方向に向けては動いています、はいはい、ということで、うん、柳島のところに道の駅を作る予定です、うん、はい、で今平成28年なんだけど、はい、計画では平成31年に道の駅をオープンしましょうという 3年後、はい、3年後、うん、オープンしようという計画があって、そうすると、まあ、前向きに考えるならば、うんうん、はい、相模縦貫道路が圏央道ができることで、はい、東京からも今までのルート、うん、その東名使って、横浜新道使って湘南に来るルートに加えて、うんうん、圏央道相模縦貫道で来るっていうルートもできるし、はい、東京方面から、うん、で栃木とか群馬とか埼玉とか、はい、あちらの人たちも湘南に来やすくなる、うん、そうですね、で、まさにね、うん、その効果はすでに出てて、はい、で去年一昨年の、はい、海水浴場、はい、サザンビーチですね、はい、うん、サザンビーチに来ている栃木とか群馬のナンバーの車が増えてますよって、うん、そうなんですか、うん、あの警備のおじさまが言ってました、うん、それはもう、ね、毎日見てますもんね、そういう人たちがこう茅ヶ崎に来てくれた時に、うん、道の駅に立ち止まってもらって、うん、でそこで、茅ヶ崎のオリジナルブランドの何か、はい、それが食品であるのか、うん、またグッズであるのか、はい、これからね、いろいろ作っていって、うん、茅ヶ崎という街をアピールしていこう、はい、シティプロモーションしていきましょう、なるほど、まあ、そんな計画があるわけですね、うん、で、まあ、茅ヶ崎だけじゃ多分ね、うん、ちょっと弱いんだろうというのは、はい、予想がつくのね、はい、多分茅ヶ崎で食材っていうと、まあ、しらすを思い浮かべるけど、うん、そうですね、でもしらすって逆に言うと茅ヶ崎だけじゃなくてね、うん、この近辺の、ね、海近辺はみんなしらすだし、そうですね、だから、まあ、茅ヶ崎に、うん、もちろん茅ヶ崎のこう
農産物とかあと水産物を取り扱うのはもちろんなんだけど、はい、茅ヶ崎限定じゃなくてね、うん、庄内エリアとか、はい、もっと言うとこう栃木とか群馬とか、うん、もっと言えば新潟だったりとか、うん、あっちの方からも来やすくなるわけだから、うん、神奈川県のこうアピールの場所でもいいのかなと、はい、まさにドーンと来た時に湘南の最初に到着するとこになるのでね、はい、なるほど。でそういうことを道の駅から発信して茅ヶ崎湘南のオリジナルブランドを推進していきましょうという、なるほど、これをやっていこうということなんですね。こういうのを、うん、いろいろと決めていくのはどなたになるんですか、うん、これはね市の人なんですか。茅ヶ崎市で、はい、担当課が、はい、やっていくことになるんだけど、でも、はい、市の職員さんだけの力では、はい、うん、では厳しいですよね、ね、だからやっぱり地元の、はい、経営者の方々のアイデアをいただいたりとか、うんうん、あと、まあ、コンサルティングの、ね、方の知恵を借りたりとか、うん、まあ、いろんな人の知恵を結集して、そうですね、ブランドを、ね、作っていく、うん、ぜひシティセールスをしていくと、ね、うん、市民がも納得できるような、うん、市民としてもこう、あ、この道の駅いいねっておすすめできるようなものに仕上げてほしいです ね、うん、そうですね、変な利権とかなしにしてね、うん、そうですね、はい、まあ、はい、まさにその道の駅もねうまくいってないとこもあるから、うん、本当にこれ、まあ、幸いこれから茅ヶ崎市は先行している事例を、うん、こう参考にできるから、ね、成功しているとこはなんで成功したのか、うん、失敗したとこはなんで失敗しているのかを、ね、誰が得するんだみたいな道の駅時々ありますからね、うん、ね、まあ、さっき言ったように、うん、圏央道相模縦貫道オープンと同時に、うん、道の駅できれば、まあ、よかったんだけど、うん、でもあえて前向きに考えるならば、はい、いろいろな事例を勉強できるという意味ではね、うん、失敗しないために、はい、うん、これからねいろんな、ね、情報収集は大事かなと、うん、でそこで茅ヶ崎という町、うん、湘南というエリアのイメージが上がれば、うん、やっぱり社会的流入っていうけどね、はい、こう引っ越してくる人が増えるから、うん、人口が減少するのを少しでも防ぐことができるねっていう、はい、そういう効果が期待できるということなんでね。そうそうそう、うん、楽しみですね。でこれが、うん、リーディングプロジェクト2に、はい、道の駅から発信するオリジナルブランド推進事業、はい、っていうことなんですよね、はい、でもう一個、もう一個、はい、リーディングプロジェクト3が労働環境整備事業、うん、労働の働く環境を整備していきましょう、はいはい、で茅ヶ崎としてこれから考えていこうと、市として考えていこうって言ってるのが、はい、食住接近、食住接近、職場と住居の接近を考えていきましょう。食べる方想像してしまいました、うん、食、あ、食べるね、労働でしたね、うん、はい、職場の食、職場ね、はい、わかりました、住居の住を接近していきましょう、はい、これからいろいろ取り組みの中で、はい、うん、でそうですね、でもイメージはありますけどね、うん、茅ヶ崎に住んでる人結構茅ヶ崎ら辺で働いてる人多いから、うん、実際に多いなとは感じるけど、うん、さらにという感じですかね、うん、まあでも一方で、うん、茅ヶ崎ってこうベッドタウンで成長してきた面もあるから、そうですね、結構横浜で働いてますよ、うん、川崎で働いてますよ、うん、東京で働いてますよっていう人も多い、うん、多いですね、多いでしょ、はい、で多分私の父なんかもそうだったんだけど、うん、茅ヶ崎に憧れて茅ヶ崎に家買って、はい、茅ヶ崎に住んでいるものの、うん、日中ほとんどは東京とか、はい、横浜川崎の仕事場で過ごして帰ってきて寝るだけというのが私の父だったんだけど、まあ、そういう人今でも多いと思うのね。でそういう人たちによってこう茅ヶ崎という町がこう作って来られたという歴史はもちろんあるんだけど、まあ、これから茅ヶ崎市として考えているのは食住接近、職場と住居が接しているというのは幸せですよね。その分の時間が他のことに使えるわけで、そうですね、でそういうことを茅ヶ崎市として考えていきましょうと、うん、うん、それは考えるって言っても働く場所がなければどうしようもない。そうそうそう、だからやっぱり雇用と産業創出っていうことに、うん、まあ、これもなるんだけど、はい、業を起こす企業を応援していきましょうとか、あと企業をこう誘致していきましょうとか、うん、あとは働きやすい環境を作る、まあ、ここでも出てくるんだけど、はい、うん、やっぱり待機児童を解消して、ああ、そうですね、働く人たちをこうサポートする体制を作っていきましょうという
形、はい、うん、をこうこれから考えていく。なるほど、うん、でまたねワークシェアリングっていう言葉も聞いたことあるかもしれないけども、ワーク仕事、はいはい、シェアリングっていうと分け合う、はい、要はね、例えばバリバリフルタイムで働きたいっていう人も当然いる、はい、うん、バリバリ働いてしっかり稼いで、うん、しっかりと貯める、はい、もしくはしっかり使う、うん、っていう人、うん、それを望む人もいるんだけど、はい、でも私はね週3回でいいよと、うん、はい、週2回でいいよと、うん、ちょっとこう社会とこう接して、はい、でそこでお小遣い稼いで、うん、まあ、子供にね何か買ってあげたいなとか、うん、はい、年に1回は家族でどっか旅行に行きたいなって、はい、そういう人たちもいるじゃない、うんうん、そうですね、でそういう人たちの働きやすさ、うん、働きやすさを提供するためにも、うん、ワークシェアリングっていうその仕事を分け合う仕組みをこうどうやって作っていくのかなとか、はい、まあ、そういうことをいろいろ考えていきたいというのがこの、リーディングプロジェクト3-3の労働環境整備事業ということなんですよね、うん、なるほどね、うん、まあこういろいろとねプロジェクトあるのはいいんですけど、うん、もうどれもこれもちゃんとね実現してくれればいいなということばっかりなんですけどね、確かにね、うん、ぜひぜひ、まあ、いい環境になるように本当に今これからそういう計画を作って、うん、これから5カ年計画で取り組んでいきましょうと、うん、で、はい、でまあ多分5カ年計画で 100% 実現っていうのは、うん、まあ、できないだろうから、また次の、はい、第2次のね、うん、計画につなげていくっていうことになるんだろうけどもね、うん、そういうことを ね、でもスピーディーにねやってほしいなって思いますね、うん、こういうの見ると、ね、そう、だからまあ茅ヶ崎として考えてるのは世代を超えて、うん、交流することで、はい、まあ高齢者の方も働き盛りの世代も子どもたちも、うん、世代を超えて交流し合うことで、うん、そこに生きがいを見出すとか、はい、居場所を見出すと、うん、そういう空間、うん、エリアを作りましょうっていうのが、はい、プロジェクト1で、プロジェクト2としてはシティセールス茅ヶ崎ってこういういい街ですよと、うんうん、はい、湘南ってこういういいエリアですよってアピールすることで、うん、社会的な増加、はい、社会的流入をこう呼び込むっていうのがプロジェクト2で、プロジェクト3は職住接近、うん、職場と住居の接近を増やすことで、うん、こうまあ、豊かな時間、はい、本当に通勤時間ってね辛いよね、うん、なんか新聞で前見たんだけど、はい、日本のサラリーマンって結構体力あるんですって、うん、はい、でそうなんだ、運動してないんだけど、うん、結構体力あるのは、はい、なぜかラッシュアーのね電車で鍛えられてるらしい、あそこのぎゅうぎゅうの中でずっと立っててね、揺れに耐えつつ、はい、押され、はい、ね、押され押されに耐えつつ、そして精神的に苦痛を受けながらも耐え、ね、本当ね、自分もなんか遭遇したことあるけど、なんか一触即発で、あれこのおじさんとおじさん喧嘩するんじゃないのみたいなね、ピリピリした、ねね、ムードになるようなこともあるし、ね、嫌なことあったんだろうなとかね思いながらですね、そうそうそう、まあ、そうですね、まあ、これからね、うん、ちょっと本当この辺は注目して、うん、どんどんこれが実現していくように ね、うん、ね、頑張っていただきたいなと。そうで、まあ、これがまあ、目玉のリーディングプロジェクトっていうことなんだけど、うん、はい、まあ、従来からやっていることで言うと、はい、そうだな、例えば市民活動団体とこう協力をもっと進めていきましょうっていうのも、はい、まあ、項目にあるし、うん、それからそうだな、子育てで言うと、うん、子育て支援センターを充実していきましょうっていう項目もここにあるし、はい、あとそうだな、母子保健訪問事業なんかを、はい、新生児訪問とか、うん、未熟児訪問なんかを充実していきましょうと。で、まあ、ここにある保育サービスの多様化っていうのもあって、うん、これは、まあ、保育所の、ね、整備で待機児童を解消しましょうとか、うん、まあ、本当にたくさんのメニューがあるわけなんだけど、うん、まあ、これらを、ね、実現してなんとか、そうですね、茅ヶ崎の人口が減少するのを防ぎましょうと、うん、はい、でもね、うん、やっぱりなっちゃん言ったように、はい、豊かな長寿社会ってちょっとネーミングがね、うん、そうですね、もっとみんなが分かりやすいように、ね、もっとみんなが輝く社会っていう、こうピンとくるようなネーミングが
あるといいかなと思いますよ ね最近話題の1億そうなんです活躍、うん、みたいなあのぼんやり感ですよね、ぼんやり感、ね、確かにね、うん、なんかねもうちょっとこうみんなに伝わりやすい、ね、センスがないです ね、あららっと声の消える人はねすいません、成り変わりまして、はい、終わりで申し上げます。ぜひぜひ次からはねもうちょっとセンスのいいネーミングでこう、ね、もっとあの市民に ね訴えかけるようなね、確かにネーミングって大事ですよね。一瞬でこうパッとこう、はい、インスピレーションなり、そう、うん、頭にスッと入って意味がパッとこう浮かぶような ね、うん、ねやつにしてほしいなと思います。まあ、それだからこそね、うん、あのコマーシャルのキャッチコピー作る人もね、うん、仕事として成り立つわけだからね。そういうことでございます、うん、見ました、はい、1月15日の神奈川新聞にニュース出たんだけど、うんうん、何でしょう、来年度から横浜市も小学校6年生まで将棋医療士の助成を拡充すると。そう、おお頑張った。そう、横浜市も2年生まで将棋医療費助成の、うん、はい、2年生までだったのを3年生にしたばっかなんだけど、はい、すごい、来年度から6年生にしますっていうんですが、横浜市に引っ越そうかなってなっちゃうってなっちゃうでしょそう、なっちゃうから、これから子供を考えるからな、うん、だからそういう意味でね本当に市民の皆さんのこうニーズって何かなって常にこう、うん、アンテナをね張っていかないといけないなぁって思う、うん、私市民側からも、うん、あの訴えるっていうことも忘れないように ね、そうそうそう、ついついねぼーっと生きて、うん、ただ不満だけね、うん、持ってなんか暮らしてるっていうパターンが多分多いと思うの で、うん、そうですね、こっちからアクションを起こすっていうのも、うん、あの一市民代表としてね、はい、ここで喋ると大事かなということで思いますね、はい、はい、ということで、うん、ね、こんな感じですか。あの28年1月一発目の、はい、パワーアップ茅ヶ崎でしたけど、はい、まあこれからのね長期ビジョンの話を今日はさせていただきました、うん、はい、2月は2月でね、はい、またまた、はい、違うテーマで、テーマを考えてお届けしたいというふうに思いますので、ね、これからももっといい番組になるように努力してまいりますので、はい、28年永田照治なっちゃんあれじゃあはい、では、はい、また来月お会いしましょう。さよなら、はい、誕生日でした、ありがとうございます。永田照治のパワーアップ。